ちさんどこだよ。ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう、ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか？ガタイのいいおっさん？ソーリー、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ。待ち合わせかな？相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いのよさ。おお、こら、見つけたで。もう逃がさんぞ、こら。大見連合、そんな、こんな時に。え？あれ、日光方、どない落とし前つける気。Who are you？ どちらさん？だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ、どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなかはどんどん辞めるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。ははは、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。売却で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もうそれ、大見連合舐めとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった。あ、ちょ、待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ、ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってない。ここは任せちゃっていいのかい。ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。ごちゃごちゃ抜かしよって、いてまうとこら。やってもらう、やってやるぜ。よし、行くぞ。行くぜ、行けって。俺の番だな、見せてやるよ。とっておきだ。痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら10万くらいええやっけ。
だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック・尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ？もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい。それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃあまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。おい春日、なんだよ今のあいつは。俺の初めてのメール友だよ、足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。たく、お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。おい、おう、おう、マジか。
ああ。なあ、おい。